もルフィです、よろしくお願いします。はい、ということで本日なんですけれども、埼玉武蔵ヒートベアーズの町田選手、町田捕手ですね、にこの翔平さんのミット片付けちょっとお願いしますということで貸していたんですけども、帰ってきました。はい、めっちゃ柔らかくなりましたね、このめちゃくちゃ硬かったアクティブームのね、ミットが帰ってきたということで、町田選手の方でも多分汚れとしたとはしてくれたんですけれども、また使い直すっていうところを込みで、磨いていこうかなというふうに思います。ちょっと先に紹介しちゃいましょう。今日ね、新しいオイルを、持ってきたんですけども、それがこちらになります。ザナックスのヒアックス、はい、来ました。この時期にいいんじゃないですかね。これ調べてください。持ち運ぶグラブ専用冷蔵庫、坂本選手とかが、グローブ冷蔵庫に、イニング中入れたりしてるとかっていうのもありますけれども、まあそんな感じなのかな。まあでも冷感スプレーっていうから、多分夏とかに少しでもグローブ冷やすっていうような、使い方だと思います。で、用途特徴、グラブに優しいタンパク質とコラーゲン配合のグラブ専用冷感スプレー、吹きつけるだけで、グラブをひんやりとホワイトムスクの香りにしますということです。ってことはタンパク質系のオイルだから重くならないんじゃないかな。和牛 JB のプロテオスもあれもタンパク質系のねオイルって言っていいのかどうかあれだけど、あでもこれ確かこれモンタンさんで購入させてもらったんですけれども、オイルも多少はもちろんね、入っているかなというふうに思うんですけれども、ちょっとねどういうものなのかというふうなので使っていこうかなと。で、場所としては、あ、まあ使い方がとりあえずまず10回程度、まあ振ると、で、まあ中のね液体混ぜますよっていうような感じで、グラブの受給面、背面、裏平部に吹きつけてください。裏平部っていうのは多分平裏のことだと思うんですけども、ちょっとそこで使ってみようかな。手が直接触れるし、氷が溶けるまで待つだけでグラブをひんやりとさせます。だから氷状になるのか、体に吹きかける冷感スプレーとかで氷っぽくなるやつあるじゃないですか、あれは待ってくださいと書いてあるのかな、氷が溶けるまで待つだけでっていうことなので、まあ吹きかけて多分氷っぽくなるのをちょっと待ってくださいっていうような感じになるとは思います。使い方としてはそんな感じですね。はい、じゃあ今ね、補給面こんな感じになってるので、ちょっと汚れ落とししていきましょう。で、使うのはこれですね、僕汚れ落とし動画で結構出してるんですけども、IP セレクトのモイストリムーバーです。はい、こちら使って汚れ落としやっていきます。はい、じゃあ汚れ落とししていきます。おー、やっぱね安定の落ちですね、これは。そう、スプレータイプのオイルっていうか汚れ落としか、汚れ落としだから僕の中では一番重くなりづらいんじゃないかなっていう風なイメージはあります。まあ、要は水分が多いということなので、今触ったところだけでやっぱりここだけ落ちるので、僕は結構これ重宝して使ってますね。で、これ1年ぐらいかな、町田選手にちょっとお渡しして、翔平さんのね層からお渡しして、片付けしてくださいということだったんですけども、まあもちろんね、町田選手自分のミットを、使って、まあ、言っちゃえば感覚が変わっちゃうかもし、れない中で、こうやってね、片付けの方をしてもらって本当にありがとうございます。あ、そうだそうだそうだ、これちなみにちょっと撮影前に喋りながら先にホコリ落としブラッシング、だけはさせてもらったので、それはもう終わった状態で今進めています。さすがに何もやらないでブラッシングしないで汚れ落としはしないので大丈夫です、安心してください。ちょっと言わせてましたね、申し訳ないです。で、これちょっとね頑固汚れもついてるので、本来であればタオルとかだけじゃなくてね、柔らかめの歯ブラシ使ってやってもらうのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。あれもかなり柔らかめな歯ブラシ、本当に硬いやつだと皮傷つく可能性あるので、とはいえ硬いタイプのワールドペガサスなんかが出てるね汚れ落としブラシ、歯ブラシみたいなのはあれは結構硬めなので、まあ、そういった面いいのはあるかもしれないですけど、僕はどちらかというとちょっと柔らかい方がいいのかなっていうふうには思います。
OK。 よいしょ、今磨いてきました。これが一番見やすいかな、光の角度的に。これが見やすいか。はい、今ちょっとね、溜まってた黒土の汚れをこのモイストリムーバーね使って落としてきました。でなんでこれちょっと、まあ、さっきシュッシュッシュッずっとやってたと思うんですけど、ちょっと液体系のオイルなので、オイルってか、まあ、液体系の汚れ落としなので、一旦ちょっと乾かそうと思います。今日はまあ気温もあるし、日陰で置いといても、でしかもね風があるんですよ。なんで比較的早く乾くかなとは思いますが、ちょっとだけ、おかして乾燥させてもらえればと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということでね、もうこちらだいぶ乾いてもカサカサ、カサカサって言い方悪いな、水分かだいぶ、飛んだ状態なので、今回補給麺に関してはこの前ね、翔平さんに誕生日にいただきました GS のクローザーを使ってちょっと補給麺やっていこうと思います。補給麺はこっちでて、平裏をこっち使っていこうと思います。じゃあまずクローザーで、はい、いきます。もうこれはね言わずもがなですよね。はい、ちょうど本当にこのクローザーはマジでいい。もうこれで終わりですからね、要は。はい、ともう補給麺はもうこれで終了です。シュッ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 ってやって、もうちょろっとこうやって鳴らして、背面もまあちょっとやりますか。はい、こんなもんでしょう。マジで本当に楽、クローザー補給麺。背面に関しては今もう本当にささっと、マジでいい、本当にクローザーで塗ってきましたと。じゃあお待ちかね、こいつ平裏にやっていきます。いきますか。あ、わかるかな、氷っぽくなってんの。これを溶けたらかな、氷が溶けるまで待つだけでグラブをひんやりとさせますってことなんで、これちょっとね、溶けるの見てみましょう。あー、でも意外とすぐ、まあ暑いからなのかな、もうあるけど、もう溶けてはいます、ほぼ。うん、もうあれかな、なんか気泡だけになったかな。じゃあちょっとこれ手入れてきますね。あー、冷てぇすげえ。冷てぇ、これは。で、そう、なんだ、ホワイト、ホワイトムスク、ホワイトムスク石鹸走行士とはでもまたちょっと違う匂いだな。これどちらかというと平裏向きかもしんないですね。僕的にも平裏で全然いいんじゃないかなと思います。あー、すごいかも。ひんやりはする、確かに。たかがね、体感だとは思うんすよ、正直。冷感なだけなんで、冷たいわけではないとは思うんですけど、なのでそのさっぱりしたいとか、っていう場合にはいいんじゃないかなというふうに思います。で、さっきも言った通り、これ中にね、タンパク質、コラーゲン入っているので、皮にももちろんいいです。タンパク質ってそのお肌のね調子と整えたり、コラーゲンなんかもっとですよね、っていうような、人間の肌にもいいもの入っているので、平裏で直接触れても、まあ書いてあったのは、ダメなのは、氷が溶けるまで肌トラブルを避けるために、氷の部分を直接お肌に触れないようにお願いしますということなので、シューってやったら少し中が氷っぽくなってたじゃないですか。ああいう時に触ると肌にはあまり良くないですよっていう注意書きではあるので、ただ終わってから、もうさっきみたいにね、氷が全部溶けた状態で、手を入れるとすごいスッキリとしたような感じがします。手の中の、匂い取りっていう点でも、併用できるんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日は、まあ、まず汚れ落とし、IP セレクトのマルチのムーバーで、がっつりとまずね、汚れを落とさせてもらいました。その後にマジで本当に手軽、GS のクローザーで、捕獲をした後に平裏をこの新しくね、購入しました。ヒアックス
ザナックスの飛躍というね、で一応オイルなのかな、グラム専用冷感スプレー、はい、こちらで仕上げしてきましたということでね、せっかく、町田選手が片付けしてくれたので、翔平さんこれどん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 今後も、使っていってもらえればというふうに思います。はい、ということで本日はこちらのね、アクティブ部分のキャッチャーミットの、グラブ磨きをさせていただきました。この動画良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。